はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長、秀則です。ノリス。秀則さんは動画が始まってすぐ早弾きを始めたりしますが、弾く前の指等のストレッチはやらないのですか？自分は結構念入りにやるのですが、もしかして必要ないことなのでしょうか？まず僕が早弾きをいきなり弾き始めたりするのは、僕の中では全く速くないフレーズを弾いてます。もう僕はある程度早弾きが得意なのでしんどくないんですよね。 30 days なんか多分寝起きで弾けるんですよ。別に僕にとっては難しい曲じゃないので。でも例えばあのね、世界に通用するレベル100か Shred to the World を寝起きに弾けって言われたら、ちょっと待ってください、あと1年待ってください、1年間練習させてくださいみたいな話になるんですよね。僕がいきなり早弾きしてんのは、あなたにとっては早いけど僕にとっては全然早くないものを弾いてるっていう感じなんですよ。まずそこはちょっと分かっておいてほしいですね。そのストレッチの話なんですけど、その人の手の硬さってあるんですよ。指の硬さ、指がすっごい柔らかい人みたいにね、こうこの人中がこう手の甲までつくみたいな人いるじゃないですか。ニャイダダダダダダみたいな、こうブニョーンみたいなね、親指もブワーみたいな人いるじゃないですか。まあこれ筋膜が柔らかかったりとかっていう話なんですけど、そのフレーズを弾くとこまで手が硬すぎて開かないなっていうんだったら、それは日々のストレッチ、体を柔らかくするのにね、こう相撲さんとかこうされてこうガーガーガーとかでやるじゃないですか。まああんなイメージで日々やっぱりこう広げるみたいな、縦も後ろもっていうのはやんなきゃいけないんですけど、ギターを弾く前にそんなにしんどいような広さでもなく、うわーみたいなんでもなく、まあ普通にっていうんであれば、僕は正直しない方がいいと思っております。これもいろいろな説があって、筋肉って伸ばしきってしまうと瞬発的な動きができないとかって言われてたりするんですよ。長距離とか走るんだったらいいんですけど、短距離走でもう一瞬でかけるようなめっちゃ瞬発が必要みたいなのは、足の筋肉伸ばすようなストレッチはしてはいけないみたいなノリもあったりするんですね。いろんな人がいろんなこと言うんですけど、僕は実はそっちに賛成で、僕もストレッチして伸びてしまったらちょっと反応鈍くねっていうのは、僕もこれ正直ちょっとあるんですよ。よっしゃ今からギター弾くから、まずストレッチを10分とかはまあ無駄かなと僕は思ってます。これは今のとこですね。まあ何もかもが今のとこなんですけど、今のとこの研究、僕の研究ではストレッチはいらないんじゃないかと思ってます。でギターを弾いてて、ストレッチせずに弾いてて、弾いてりゃだんだん温まってくるじゃないですか。そしたら動くようになるんですよね、ストレッチなんかしなくたって。ストレッチ血をして動きが鈍くなるのであれば、そのまま引いといた方がいいかな。自然に温まってくる形がいいかなって今のところは思ってますね。はい、というお話でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。